久保さん、今回王貞治にしましょうか。一本足打法、王貞治。あのね、一郎選手も迷うことが、悩むことがあるみたいですね。一郎選手はね、こんなことを言ってたんですけど、昔、そのね、低迷期があってね、あの、王さんに聞いたらしいんですよ。何のために野球やってんすかみたいな。王さんって何のために野球やってきたんですかみたいな。 一郎選手聞いたらしいんですよ。で、王さんなんて答えたと思います王貞治は。王貞治は何を。王様は。何を答えたと思います一郎選手に何を問いいと思います王貞治さんは即答で、秒速で、秒で答えたらしいですよ。一郎選手に。そんなの自分のために決まってんだろうって。で、一郎選手は、うん。 やっぱりそうかみたいな。なんか、あの、迷いがスッと晴れたらしいっぽいですけどね。まあこのね、自分のためにやっているっていうのが、まあ僕は思うんですけど、100%で自分のためにやっているかどうかだと思うんですよ。例えば、ビジネスを、自分のためにビジネスを100%でやっているとするじゃないですか。で、これを深掘りして横展開すると、自分のためにビジネスを100%やっている。 じゃあビジネスとは何なのかって解くとビジネスは人ありき人がいるからそこにビジネスが発生するとまあよく僕動画で言うんですけどロボットがお金を払ってるわけじゃないとロボットが動画を見てるわけではないと目の前にまあインターネット越しに相手の顔はね久保さんの顔は見えるけどもあの一般のお客さんは僕見えないんでうんだからワンツー動画もね 確率的に言うと、千本ぐらい、ワンツー動画、千人に送ったとしても、動画で帰ってくるのは一本ぐらいなんですよ。もう完全一方通行なんですね、僕の <laughs>、まあ。久保さんぐらいですね、こんなリレーが続くのは。うん。でも自分のために本当に100%やっている。自分のためにビジネスを本当にやっている。じゃあビジネスは何なのか。ビジネスはそこに人がいると。つまり、どういうことかっていうと、 自分のために100%やるっていうことは、相手から見ると、相手の100%になってるんですよ。だから、自分の100%は相手の100%であり、相手の100%は自分の100%であると。この久保さん、どうすかなかなか出たんじゃないですかね。健康、健康、飲んでるんで。 最近麦茶にちょっとハマってまして、ね、健康ミネラルっていうね <laughs> でも多くの人は中途半端なんですよね自分のためにやっているようなんですよねようでまあ数字にとらわれているというかあなんだ別にそれは悪くはないんだけどもうんなんだろうな何のために 自分はビジネスをやっているのか自分のためなんですよ <laughs> そうまあでもこれはねまあ受信力というかね捉え方次第では捉えられないんですよ捉え方次第では捉えられないっていうねその 非常に難しいこの言葉で受信力がないと受信できないんですけど <laughs> うんじゃあまあ野球で言うならばあのじゃあ,あのこれそれを短編的にね受け取って王さんのね話をね短編的に受け取ってあ自分のためだ自分が良ければいいんだってなってね野球なんかはまあそのチーム戦じゃないですか。 じゃあ自分のため、自分が良ければいいってなって、ね、自分は打ちたいんだと。ね。でも、この状況だったら、チームが勝つためには、バントし,した方がいいかもしれない。でも、ある一方の自分が良ければ、自分のために、俺はヒットを打ちたいんだって、ね。なんかあります。あの、バント指示が出てるんだけども、 あの全力で振っていくみたいなね <laughs> うんじゃあ自分のたまあ野球で言うならばね自分のために100%やっている野球野球というねプロ野球というそのスポーツをね100%やっている自分のためにじゃあ野球ってのは何なんのか野球っていうのはチーム戦であるとじゃあチームが勝つためにはどうすればいいのか 自分のためにやってるけれども、野球を深掘りして横展開すると、じゃあ、あ自分のためにそれをやってるんだけども、うん、チームのためでもあると。バ,バントをすることはね、うん。これはね、ちょっと難しいかもしれないですね。わかる人にはわかるし。だから、そのインドかどっか,どっかの教えにね、あの自分の人生を自分が 生きなければ誰が自分の人生を生きてくれるんだっていう言葉もあるんですけどうんそうまあこれはね難しいですねちょっと上級上級だな結構ね久保さんね <laughs> これ理解できるうのはいろんなことをやっていろんな経験して なんか,行き着かないとそのなんだたった一言要はその名言と僕思うんですけど名言とか格言ってたった一言にその集約されてるんだけどもそれを深掘りして横展開するためにはその横展開できる深掘りできるほどのなんだ経験値だったりとかいろんなことやってないとその偉人の名言を 断片的にしか、まあ、氷山の一角でしか見れないんでですよでもその氷山の一角の言葉が出たのはこの見えないこのバックボーンがめちゃくちゃあるわけですよめちゃくちゃねでこのめちゃくちゃあるバックボーンをやっぱその人が体験してるとかやってないとその本質だったりとかねその一言の深みっていうのはこの腑に落ちないんですよ稲森和夫さんが松下幸之助さんが言ったねあのダム経営の話で いや、稲森さんと、そういう話じゃないと。稲森、あ、あじゃあ松下さんとね。あの、まあ、松下さんが言っていることはね、なんか抽象的だと。俺はそういう話を聞きに来たわけじゃないと。売り上げ上げる話を聞きに来たんだと。松下さんが言ってる話は、なんかどれも抽象的だと。俺はダ,ダムを経営してるんだと。ダムの経営の売り上げが困ってるんだと。そのやり方、テクニック、それを教えろと。 それを聞きに来たんだと。で、松下幸之助さんはね、わかりまへんな、みたいなね。私はダム経営をしたことがないと。ダムをね、そのやったことないと。うん。ただ、大切なことは、思うことなんですと。売り上げ上げようと思う気持ちがなかったら売り上げ上がらないですよと。 でそ、その質問した人はね、多分その氷山の一角のその言葉をね、まあ、理解できなかったと思うんですけど、稲森和夫さんは、まあ、いろんなことやっていろんな悩んでて、でその話を聞いて、確かになと。思わなければ確かに始まらないと。思うっていうのはすげえ大事なことなんだと。いうことに気づけた。電流はしたみたいな書いてありましたけど、うん。やっぱやってない人には分からないでしょうね。うん。 久保さんと僕がなんで続くのかっていうと、やってきたからなんですよ。やってきたからお互いにリスペクトできるし、あのー、やってきたからこそお互いに尊重し合えるし、やってきたからこそお互いに理解できると。うーん。こんな感じですかね。うん。はい。いってらっしゃい。